同窓会での三本締め手締めとは、日本の風習の一つで、物事が無事に終わったことを祝って、その関係者が掛け声と共にリズムを合わせて打つ手拍子である。手打ちとも言う。祭りや観光総裁などの式典、商談や株主総会などの終わりに行われる。手締めの音は、シャンシャンと表現される。特に質疑応答もなく短時間で終了する株主総会は、 参加者は手締めしかしないということで、シャンシャン爽快と揶揄される。手打ちによって締めるが語源である。なお、関西では手締めのことを手打ちと表現する。手締めの趣旨は行事を取り仕切った者が行事が無事に終了したことを協力者に感謝することである。そのため来賓の場合、仮に温度を取ることを依頼されたとしても断ることが筋である。手締めは地方により、 そのオリズムや回数、掛け声が異なる。現在全国的に主流の江戸締めが最も基本的な手締めの形態である。大阪締めなどのローカルな手締めも存在する。手締めの使い分けは社会人として要求されるマナーであり、特に一本締めと一丁締めは雇用が多いため注意が必要である。各手締めの使用用途は以下の通りである。一般的には 一本締めを行う。一丁締めは、個室や狭い飲みの場など、うるさくできない場や参加者の中に不幸がある際に、粛々と行う手締め。大々的な祝いの席や、大変喜ばしい会では、身元締めが取り行われる。各地域に存在するローカルな手締めに対しての、別名で江戸締めとも呼ばれ、一本締めと身元締めがある。白数の、 三回三回三回一回は三回の白が三回で、九になり、もう一回手を打つと九に点が打たれて、丸になり、丸く収まるの意味になり、縁起の良いことから、当時の江戸っ子に好まれたと言われている。また、はじめとまに、いよよ、もう一丁などと掛け声をかけ最後に拍手する。いよは、岩尾が転じたものとされる。手を一回だけ打つ一丁締めは、 関東一本締めという別名も存在する。近畿地方、特に大阪締めを行わない京都などにおいて一丁締めは、ほぼ見られず、身元締めが手締めとして最もよく行われる。3回3回3回1回手を打つ。一本締めを3回行う。一本締めの変形として1回だけ手を打つ一丁締めも、ある。打ちならす、指の本数を増やしながら一本締めを5回行う。 はじめは、人差し指、中指、薬指、小指、親指と指を足しながら、音が大きくなっていくのを楽しむ。末広がりで縁起が良いとされる。上り締めとも。西日本では、大阪締めが広く行われるほか、各地に独自の手締めが行われている。大阪締めは、大阪を中心に行われている手締めである。大阪では、手打ちという。言葉は、地域。 行事によって多少異なる。福岡県福岡市の博多では、博多種一本と呼ばれる独自の手締めが行われる。博多一本締めとも言う。博多祇園山笠で行われるほか、福岡証券取引所の大発会、大納会、講師の式典、商談の成立などで行われる。手一本には、後日意義を唱えないという願意がある。まひ、あ、つ書は、もう一つ、両手三度は、 両手、三度あるいは、両手さんとも発音する。また手一本を入れた後、拍手をするのは武作法である。伊達政宗を思想とする、仙台伊達家の正式なる手締め。出陣式の流れを組み、大殿の栄光、部門の誉れ、お家の存続、両国の繁栄を願い、心を一つに一致団結視線に勝つことを誓い合う、意味がある。これは、出陣に再始式を鼓舞する。 時を挙げる作法であり、えい、えいは、戦闘準備、覚悟はできたか。という、よいか、よいかの意、王は、準備万端、覚悟はできているぞ。いざ出陣。という、王よいぞの意となる。伊達政宗ゆかりの手締めも存在する。この手締めは三国一の武将タらんとする政宗の夢の、実現の祈願を込め、三国一の、三と、一をかけたものであり。 家臣団の間で、いつからか解析においてこの手締めが行われるようになった。正宗の長女、五郎八姫の婚礼や、慶長十八年の長谷倉常長をはじめとする、慶長剣王施設の出版の時もこの手締めが行われたと言われている。江戸時代以降はその言われから幕府に遠慮してこうには行われなくなり、宮城県松島町の円通院に代々伝承された。 関東地方西部の東京都西多摩地方から埼玉県西部、群馬県西部の地域にかけても独自の手締めが行われる。ナモは名古屋言葉特有の敬語表現で言葉の終わりにつける丁寧語。名古屋ナモ締めはこのナモを掛け声に取り入れた名古屋ならではのお祝い事や行事などのこと始めや締めくくりをするときに行う手締め。今後何百年も続く。 地域文化の象徴となるようにと平成26年新たに考案された。原案は西川うこん、作曲家、西草重さしげやきがアレンジをした。ナモは手拍子と同時に発生する。さらに数多くのローカル手締め、アイドル単体、グループが独自に使用する手締めも存在する。ありがとうございます。